はい、皆さんこんにちは、カズエンドです。こんにちは、トクです。今日はですね、ゲストにともくん、そしてヒロさんに来ていただきました。お願いします。いや、ついに来てくれましたね。ねえ、どうですか、ここの事務所は。いやー、そうですね、こういうところで日頃動画上げてるんやな。そうだよ、ね、そうだよ、結構大変なんですよ、動画を上げるっていうのは。でも、やられてますよね。あー、僕、そうですね、うん、配信結構やってる感じですね。うん、で、ちょっと待ってください、持っていただいて。で、まあ、今日ね、何本か、これから、ともくんと一緒にですね、動画を撮っていこうと思うんですけども、はい、まあ、皆さんもね、きっと、パワプロやってたら、なんか、吹き出しとか、なんで、お知らせ欄で、なんとか大会で優勝したともくんです、みたいな感じでね、もう出てるから、結構知ってる方も多いかと思いますが、改めてですね、まあ、チームランクとか、どんな選手を作っているのかっていうのを先にお見せしてですね、まあ、いろいろ動画を撮っていこうかなと思っております。お願いします。よろしいですか。そ、はい、したらですね、まず何見たい？マイチーム見たいよね。いや、マイチームやっぱ見たいっすね。SS2。うん。じゃあ、マイチーム。はい。こういう感じっすね。うん。SS4 が ?3 体いる。1番、3番、5番。そうですね。1、3、5番っすね。で、控えも全員 SS3。そうですね。ヒロさんどうですか、見て。すげえよ。やばいっすね。うん、すげえよ。一番強いのはどれ？一番強いの。一番強いのは、このキングヘイローっすね。うん、こういう感じですね。それだけあれっすか、ペン入ってんのって何か、理由に。これ他の人全員数字入ってるんですか？ああ、最近作った選手なので、ちょっと査定の、その、査定君に合わせて誤差のメモリ書いてないやつなんで、これはまあ、そうですね。まあ、ちょっとめんどくさくて、ちょっとつけてない。これでもあれですね、当時40。40だ、ね、まだ伸びしろがあるって考えると、もったいみたい。トモさんはそんなガチャがっつりやってるわけじゃないですか。僕ガチャそんなに得意な方じゃないんで。ガチャ得意ってあんの？俺も得意じゃないわ。だからちょっと控えめに。そうですね。そうなんだ。え、でもすげえ。脳みもそのリアもね。45だもんね。はい。全然伸びるじゃん。伸びしろしか感じないデッキですね。あとはどんだけ積むかで変わってくるってことです。ですね。積むかね。投手が今こういう感じで。はい、ですね。おお。あ、最近ちょっと、うん、僕角田入れて、はいはい、これあえて投手でしらすくんを使ってるんですよ。はいはいはい、ちょっと、うん、これは何かのイベントで、あ、そうですね、チャレッサリーグっていう、はい、第2回チャンピオンシップスイベントで、そうですね、札幌の時の優勝して50になりました。うん、いや、すげえ。で、まあ、こいつ入れる理由なんですけど、そうですね、気になる。共通イベで真ん中選ぶと、怒ると怖いからだと思うんですけど、それ選ぶと、荒れ玉のコツもらえて、で、エミーが暴れ玉なんで、それの介護になるんで。あー、そういうことね。はい。ちょっと使おうと思いましたね。なるほど。え、てか、暴れ玉の査定自体は高いんですか？いや、あんまり良くないんで、だからこそ、ちょっとシラス使ってみようかな。ああ、なるほどね。で、シラスだったら、まあ、技術、ダンジョンで使う場合は、もう技術固定なんで、で、角田で技術作るので、ちょっと使おうと思いましたね。なるほどね。ちなみにシラスって金属あるんですか？シラスは、ど根性なんで、まあ、休むとか探索ミスしたら、まあ、即退部、みたいな感じですね。あー。エースは、最近だったら、まあ、このデッキでやってるんですけど、35そうですね、あんまりガチャ得意じゃないんで、まあ、こういう、すげえやってるんですけど、最近作った、あ、そうですね、最近作った選手ですね。あれ、メイル50じゃなかった？あ、そうなんですけど、それより前に作った感じです、ね。あ、これも入れ替えれるから、あ、そうですね、更新できるっていう。すげえ、まだまだ伸びしろだ。で、正直 SS3 ランクも、うん、もう見えてるんですよね。いや、なんかデッキ見てる感じだと普通に見えてますよね。本当に。あとは本当に、なんていうんですかね。もう天才の暴力で
いける感じですね。今あれですか、ね、届けは使い届けはないですね。出る感じです。まあゼニフェナ今開催中なんですけど、まだ回収まだしてないですね。まだできないでしょ。回収だって終わってからでね。一枚一枚もう買えたんですよ。どんな余裕だよそれ。マジで。すげえ。てか話脱線しちゃうんですけど、うん、前回の特攻キャラかなんか作るのに。トモさんは天才燃やしてやってたって聞いたんですか？ああ、そうですね。天才燃やして、それこそ、やっぱ CP イベントだったら、やっぱり報酬、年間報酬が、やっぱその天才1枚よりも、その年間報酬の方が価値あるなと思って、はいはいはい、まあ1枚ぐらいええかろうみたいな感じで、燃やしたんだ。使いましたね。いや、それすごいよな。まあ、それがでもね、優勝に導いてますからね。まあうん、確かに確かに。結果として出てますよ、ね、すごいな。石も660あるし。ほんとだ。あ、これは厳選用ですね。何厳選用って。センスね。センスね。特厳選用で石って用意する？いや、でも、うん、するんですよ、トモさん。俺、千丸2連チャンで来たことあるよ。僕、3連チャン。マジで?3 連チャンぐらい。千丸3連チャンはやばいね。やばいっすね。うん。で僕の端末だけ優遇されてるのか知らないですけど。それはないよ。それはないよ。まあ、厳選大体石3個ぐらいで、まあ、センスまで引けですね。すっげえ。ちなみにちょっとイベキャラの方も見せてください。あ、イベキャラの方。あ、ゼニペナも使うのゼニペナも見たいね。ああ、間違えた。すげえよ。レベル順。ガチャいくら？レベル順。うん。なんか思い入れのあるキャラとかいますか？最近だったら右上は誰なのかな、ちょっと見やすい。右上雷ですね、うん、思い入れですね。ちょっと待って、50は何体いる？あ、ちょっと数えたことないんですけど。いや、数えられるでしょ。すげえいるよ。15、20、これで20、25、30、35、40、45、46、47、48、49、レベル上げてないのもいる。あ、ちょっと おるかもしれんですね。今49体で。トク、パネトク、パネ。いや、それより、うん、シキちゃんが SR プラゴでいけるっていうところもちょっと注目です。うん、当てたんだね、もう昨日。そうっすね。昨日更新されて。結構回したっすね。え、でも、何連で出た？190連ですね。うん、正直。ああ、まあ、これ今動画なんですけど、うん、まあ、この受け取り期間見たら分かるんですけど、うん、1月16日なんで、うん、ちょうど決勝大会入ってるんですよ、はい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 、で僕なんで招き猫、うん、まあ相良式正直別にどっちでもいいなと思ってたんですけど、決勝大会の第5回 CP イベントがサクセス系が絡んでる場合に、まあ、招き猫は絶対いるなと思って、うん、ちょっと多めにガチャしましたね。うん、おっしゃる通りですよね。やっぱり1月15っていうのをよく確認して、うん、正直に1月、いや、それは1月15日であんま覚えてないですけど。いや、おっしゃる通りだ。そういうところまで見て、まあ、計算しましたね。で今だいたい50個持ってて、ゼニペナでまあ30個買えると思うんで、まあだいたい180個ぐらいですかね。まあそれでちょっと決勝大会勝負しようかなと思ってます。もちろんサクセス系じゃないかもしれないんですけど、まあ保険っていう感じですね。え、ゼニペナの報酬は全部招きに変えるんですか？あ、僕は、まず天才の入部届を買った後に、招き猫を、そうですね。そっち行くんだ。SR ガチャ券とかやっぱり。いらないよね。いらないっすね、正直。今、現在12。いらないとか言われたら、ね。ああ、でも下がってないっすね。買いづらいわ。まあ、あんだけ50いたらさ、SR はいらんっしょ。でもすごいっすよね。12でも5杯はしてるってことですか？あ、もう最初の方、うん、ちょっと23時ぐらいまで初日寝てて、対戦相手がすごく強くなってる。23時まで寝ててどういうの？その時間に寝るんだよ、初めて。ちょっと、10、
13時半ぐらいに、もうイベント始まる30分前ぐらいに寝て、起きたら23時でしたね。で、起きたらもうみんな強くなってたんですか、はい、それで最初それでやばいね。しかもだって周りみんなさ、超トップだからね。聞いたことある人ばっかり。聞いたことある人、見たことある人ばっかだよ。全国でし。で、最初の方、それこそ参拝してますね。順位表みたいな、順位表。え、この参拝なかったら、そうですね、18勝2敗になりますね。あ、でも最後巻き返ってしまう、ちゃんとチーム成績、あ、違うな、23勝2敗2敗だね。ここら辺どうですか打率。そうですね、3 まあ大体4割ぐらいですね。半端ないよ、ほぼ打ってるよ。で、アンダも100本、まあそりゃそうだよね、打率がそんだけいってりゃ、はい、本塁打は結構最後の方に僕作戦で先発のエースをまず固めて一気にチームランクを上げて、それで余った銭で野手をどんどん買うような感じの作戦を取ったんですよ、うん、今回、うん、だからあんま打たれてないんだ。そうですね、レタテン、なるほどね、はい、うん、え、全部、もちろん全部です。そうありえるの。すごいですねこれ。一番本塁打が接戦ですけど、まあそこは先に投手から揃えたんで、まあ、しゃあないな。うわ、すげえ、まあ、結構考えながら多分みんなやってますね。あ、まあそうですよね、必ずしも運だけじゃないですからね、立ち回りだったり。まあ、一番は僕が思う、まあ、一番大事なことはいかに金脈に打つかですね、うん、その次にチームランク、うん、が大事だと思いますね。金脈打つ技術なかったらチームランクと関係なくなってますね。関係ないですね、もう全く関係ないです、うん、あとは試合開始前に相手ピッチャーがそのバント封じを持っているかの確認とか、はい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 、例えば4日目、5日目なんですけど、今5日目の、まあ、動画になるんですけど、はい、4日目5日目は引っ張りと流しだったんで、はい、まあ、ライトとレフトで守備力が弱い方の方を狙って打つように心がけたりしてましたね。やべ、そこまで頭回ってね。いやでも大体そうだよね。昨日感じましたもんね。感じた感じた。レフト方向、あ、絶対アウトだって思ったら守備力多分、そう、多分ね、ヘボいやつだったから。確かにそこ大事だわ。あとは外角に来た球はやっぱもう逆らわず流したりとか、そういうのを確実に徹底しましたね。確かに。で、あとは2ストライクに追い込まれるまでに僕はなるべく勝負仕掛けてました。やっぱり2ストライクに追い込まれたらやっぱり三振する可能性があるんで、うん、ちょっとね、気持ち、そうなる前にやっぱり仕掛けるようにしましたね。なるほどね。三振が一番いけないと。一番やっぱ何にもならないんで。え、じゃあトモさん、あの3日目とか1日目のあのバントで稼げるときあったじゃないですか、はい、あれとかもう1ストライク目はやるけど2ストライク目はもうヒッティングに行くんですか。いや、もうそこは上限狙って1球目2球目はそうですね、バントで確実に。あ、なるほど。で、なるべくもうその一番ギリギリのとこ狙って2番して、一番ギリギリを狙って、そうですね、で3打席目、あ、3球目で絶対勝負するようにしました。はいはいはい、はい、やっぱり最初の1日目とか特にもう選手が弱いんで、まあ打てなくて当たり前ぐらいな感じでやってましたね、はいはい、確かに 1戦目と2戦目から3戦目の上がり幅がもう全然違いますね、うん、もうトリプルスコアいってるんです、はい、あと1個俺聞きたかったのが、あのマシンで捉えるとファールでも稼げるじゃないですか、はい、あれってトモさんクラスは狙うんですか。いや、狙わないです。もう本当に近海3バウンド、もうそれがやっぱり一番伸びると思うんで、やっぱりファールとか狙うよりかはやっぱりそっちに集中した方が確実に点伸びると思います。そうそう、すごいな。いや、すごすぎる。結果出しますもんね、ちゃんと。ちなみに今トクは何位、今日のやつやったの。まだやってないですね。今3000ぐらいまで多分落ちちゃってるんじゃないですか。もうヒロさんは何位ですか。僕は6000ちょいぐらいですね。俺が一番下じゃないですか。2万位とかだよ。いやでもチームランクでやっぱり僕今 S6 で、うん、通常がね、でカズさんが今 S8 S9、うん、でもう SS も狙えるぐらいじゃないですか、うん、そこは最終的にやっぱまくれる、まくれます、まくれます、まだ全然、まあカズさんの金脈打つ技術次第ですけど、そこはまあないよ。
でもそこでチームランクお料理やっぱり高かったら、うん、最終日でまくれます。なるほどね。諦めないでほしいです本当に、うん、みんなにチャンスあると思います。ちょっとじゃあまあせっかくねあのお二方来てくれてますし、ちょっとなんか東京大会まあみんな参加するんだけど、どんな感じでやるんですか、トムさん。僕はまず、うん、そうですね、まずはイヤホン、そうですね、やっぱ変化球とストレートだったら音が違うので。え、そうなの。はい、キャンって音がするのストレート。そうですね。だからあとは球のコース、まあストレートかちゃんと変化球ちゃんと分かるようにして集中するの。集中します。まずはイヤホンとかつけて、でその次にそうですね、なるべく筋脈を打つことを本当に考えて、そうですね、平常心でやっぱりやることが大事ですね。やっぱり時間制限なんで。そうですね、やっぱ慌ててしまうと思うんで、そこはぐっとこらえて確実に甘い球だけを狙って、筋脈3バウンドを狙って、やっぱハイスコアを出して、うん、やっぱ壇上を目指して頑張る。また壇上上がれんの。いや僕はもう上がれないんで。そうだよね。ですけどあそこのでも順位表には載ります。1位から8位から、はい、そういうことね。そうですけど、そこって結構あの年間ランキング、そこも大事なの。いやそれはそこは関係ない、ね、関係ないです。ただすごい、いいね、ただすごい、いやプライドの問題っすよプライドの問題あと僕、うん、それこそキングヘイローさんっていう、まあ、方がいるんですけど、はい、あのその人にはもう負けないように、予選でも負けないように、うん、まあ本気でいきますね。いいですね、そのライバル関係。まあ、同じリーグですね。いくらもう壇上の上がる資格とかもないんですけど、やっぱりそこはそこで、まだ話は違うなって。やっぱり東京だったら僕、人多いと思うんで、やっぱ負けたくないなっていう気持ちはありますね。まあ多分全会場で一番難しいだろうからね。そうですね。ちなみにヒロさんはどうなんですか。壇上に上がる自信とかあるんですか。全然ないです。え？おい！何しに東京まで来たんですか。わざわざ大阪から。はい。まあでも頑張りたいと思います。そうですよ。頑張ってくださいよ。あの打倒徳さんで。そうですよ。俺？そうですよ。ここバチバチライバル。やっぱり知ってるね、あの人がやっぱ壇上立つっていうところ見たいですから私も。なるほど。そしたら、じゃあ、トムさんもちょっとヒロさんも頑張ってくださいよ。で、今日からね、まあ、何日間分撮るかはわからないんですけど、あの、動画出てくれますんで、あの、皆さんね、コメント欄とかぜひとも、トム君、頑張って、頑張れとかね、なんかそういうコメントをお寄せください。そんな感じで、この動画よろしいですか？はい。はい。じゃあ、また動画でお会いいたしましょう。バイバイ。バイバイ。ありがとうございました。